わかりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんですか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように、一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。真鍋さん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんですか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。その耳で確かめてみろ。え、声を聞きゃわかるはずだわ。どうした真鍋、品田の始末は無事に終わったのか。真鍋、どうした。おい、返事をしろ。真鍋、どうしたんだ、品田。おい、